ヒカキンウーマンプロジェクト。どうもどうもどうも、はい、今日久しぶりですね、こんな大人数で。そうですよね、なんか人数いつも ね、なんかこんな、なんていうの、スペースが有り余ってたのがいつの間にかに急に。そう、なんか人口密度高くない？高い、暑いです今ね。いや久しぶりです、はい、皆さんね、はい、お久しぶりております。お元気でしょうか？お元気ですよ。なんか今ね、なんか外雨降ってる、はい、ちょっとポロポロと雨が降ってるんですけども、うん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 、今日もね、この北九万プロジェクトの番組を皆さんに見ていただいて、うんうん、映画をたっぷり、うん、楽しく盛り上げていきたいと思うので、うん、皆さん、今から1時間、うん、お忙しい中ですがお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、今日お送りする私たち MC は、私チェスカと、はい、ナノハと、カツと泉です。はい、なんか順番適当だって、だって今どうしたらいいか分かんなかったの。全然考えてなかった、ごめんなさい。もうね、いつもね、ぶつけ本番なんですよ ね、この番組ね。でもそこがまたいいところなので、うん、皆さんね、そういうところも注目して、はい、見ていただきたいと思ってます、はい。ところで、北九万プロジェクトっていうのはですね、はい、どういうものなのかって毎回毎回お知らせしてるんですけど、はい、勝さん、はい、そうですね、北九万プロジェクトっていうのは、はい、北九州って、うんうん、いつも言うんですけど、とかくなんか硬いとか暗いとかね、うんうん、ちょっと怖いとかっていう人いるじゃないですか。まあ確かによく聞きますよ ね、それは外側からのイメージはそうなんですけど、はいはい、でも全然どうですか、北九州の女性人、もう大好きですよ、ね、どうですか、うん、全然全然なんか、 全然明るい街です、ね、うん、本当なんか嘘っぽくない？本当？もう大好きです、ね、はい、はい、女子高生から見た北九州は平和、平和ですよね。平和です。そうなんですよ、だからそういう街をやっぱりその、うん、なんて言うんだろう、違ったイメージで見てるじゃない、うんうんうん、外側の人って。そうですね、だから北九州って本当にいいところなので、うんうん、それをね、なんかほら男性目線でいくと硬いから、うんうん、女性を通じてその北九州の良さをね、うんなるほど、うん、広めていきたいなと思って、北九州で活躍 されてる明るくて元気なね、うんうん、女性をゲストにお招きしてトークをしていきたいなという、そういう番組です。そうですね、はい、そんないつも言うことで、はい、ゲストっていうことでいつも本当に素敵なゲストをね、そうなんですよ、してて、前回もね、うん、見てくださってる方もとても素敵な、うん、ね、水間さんね、その前々回がね、うん、また今隣にいる美しい ね、泉ちゃん ね、 ね、もう本当にもうそういう風に皆さんつながっていってるので、うん、そうです、はい、今日のゲストも皆さん期待して待っててくださいですね。はい、ところでさ、はい、あれだよね、確か泉ちゃん、はい、香港行ってたね。そうそう、聞いた聞いた、行ってきました、ね、3日間行ってきたね、金土日で、うん、金土日忙しい時期って、ね、あ、それこそこの時期ってイルミネーションめっちゃ綺麗じゃないですか。すごい綺麗でした、クリスマスでね、うんうん、香港いいですよ、住みやすいと思います、うん、住みやすいです、ね、ただちょっと高いよね、これ高いよね、物価も高いし、うん、でも相当美味しくて、料理が、うんね、3キロ太ってきました。太った3日間で3日間で1日1キロ1日1キロ太ってきました、蓄えてきました、蓄えてきたんだ、冬のために。そうか、じゃあ今日エネルギー満載で満載でお送りしたいと、ね、はい、思いますね。さあ、じゃあ今日のね、ゲストなんですけど、はい、皆さん当然門司港はお好きですか、うん、大好き、ね、皆さん大好きな門司港、まあ、門司港というともうね、はい、今北九州を代表する観光地、観光地です ね、 ね、もうグル北の第1回目のレポートも、ね、門司港、ね、七尾さん言ってもらったけど、どうでした、門司港、いろんなこう美味しい食べ物もあるし、うん、こうやっぱり海が近いってこともあって、うん、すごい涼しかったです。涼しかった、涼しかった、海辺だから、海辺だから、そうね、そよ風がね、海風っていうかね、すごく気持ちよかったね、うん、そういうその門司港、もう誰もが北九州市民みんな好き、そして観光で来られる方皆さんが好きな門司港、うんうん、この門司港がすごい盛り上がってるじゃないですか、はい、でその盛り上がりの陰にはやっぱりそのこの方がいらっしゃるからなんですね。なるほど、はい、そういうゲストをね、今日はお招きしたいなというふうに思っております、はいはい、それでは、まあ、門司港でこの方を知らなかったら潜りかなというね、尾花さんに来ていただきます。よろしくお願いします。どうも、どうも、どうも、お願いします。はい、じゃあ改めまして、こちらかな、こちらかな、はい、こちらですね、はい、はい、自己紹介をお願いいたします。はい、
門司港から来ました、海峡プラザの方でマネージャーをしています尾花恵子と言います。よろしくお願いいたします。今お話出ましたけど、門司港海峡プラザのマネージャーということなんですけど、はい、皆さん、はい、海峡プラザは行ったことありますか？海峡プラザって あれですよね、その海辺にあるこのデパートになってるところのことをショッピングモール、ショッピングモールプラザですよね。そう、はい、皆さんありますよね。あります、ね、バナナマンがいるところですね、うん、ですね、はい、そこのマネージャーをされると、はい、そうです、いうことなんですね。イベント会社ではありません。イベント会社ではないですね。イベント会社ではありません。ということは主なお仕事はどんな？主な仕事は海峡プラザに入っている約30店舗のテナントさんがいるんですけれど、うん、そちらのお世話をしております。お世話、はい、あの売上管理とかですね。なるほど、はい、でそれに関わってあの販促イベントっていうのを、はい、あの年間いろいろしてるんですけれど、今で言えばクリスマス、はいはい、海峡プラザの中にですね今年はあのテディベアの大きいツリーを入れてるんですよ。テディベア私も大好きなんですよ。もうテディベアが約100体100体。どこですか？あの真ん中のところ。そうです、あそうなんだ。あそこにですね、うちのテナントの中にあのインザムードっていう英国の雑、はいはい、アンティーク雑貨があるんですけど、はいはい、そちらの松永さんがですね、はい、オーストラリアから直輸入した、はい、もう一体一体顔の違うテディベア、名前がついてるんですけれど、それを100体つけてます、木に。え、それは、うん、あの元々は熊が、熊をこう輸入して、うんうん、それをツリーにつけてるんです。つけたんだ、はい、大きさも全部違うんですか？違います。でそれものすごく珍しくていろいろ調べたんですけど、本当は日本で初って書いてもいいんだけど、ちょっと謙虚に九州初にしてみました、はいはい、日本初だ。でもあの家庭でちっちゃいのとかはよくあるんですけれど、そういうふうにあのそう大きい釣りに100体は、はいはい、多分ないとは思うんですけど、はい、ネットで調べて、はい、松永さんはないって言ってました。はあ、見たことないですね。すっごい可愛いんです。見に行かなきゃなきゃです、ね、で見に行って、ね、あの最終日クリスマスが終わった26、27日は、はい、プラザでお買い物をしてもらうとですね、うん、あの2000円以上で抽選券を渡しますので、うんうん、100人に全員、まさか、わすごい、すごい皆さん聞きますか？ねえ、うん、これすごい高価なもんなんですよ。もう一回言ってください。2000円以上の買い物したら1枚抽選券もらえて、はい、ガラガラとなんかして、はい、で100人の方にプレゼント、プレゼント最終日、26日、27日半分ずつ分けます。50体ずつ分けます。26個行かなきゃ。じゃあ私行くから取っといてください。いやいや、そういう問題じゃないですか。いやいや、あのテナントさんも皆さん欲しいって言って結局テナントさんはあの抽選券もらえないんで、あの実際買いに行ってるんです。あ、普通にお客様として。なんでそんなレアなものを、ね、私たち飾る時にも楽しくって、もう見つからないでこの辺に置いとこうとかって言って。そうなんです。フェイスブックの私のページ見てもらうともう出てくるんですけれど、テディベアツリー、はいはい、絶対可愛いです。これサイズってどれぐらい？サイズってね、これぐらいですね、大概で、あのビッグテディベアっていうのがこれぐらいの2体特別にまた用意してもらってますので、すごいです。これね、女性たまんないんじゃないですか？うん、もう行きたい。もう今すぐ26日も私もアピール。26と27日2日間限定ですね。はい、限定です。ね、チャンスは2回ある。でも2000円1枚ってことは4000円買えば買うほど確率が高くなるんですよね。合算 OK ですので。じゃあ彼氏連れてさ、100万円分ぐらい買ったらさ、何回できる？でも何をそれ買うのって感じなんだけど、ね、もう食事しても高瀬で終わらせば食べても何もかもに2000円1枚、はいはいはい、あーこれ行かなきゃね。うん、これこれはでも本当女性はすごい喜ぶと思いますので、うん、男性の方もね、ぜひなんか連れて、だから男性は女性を連れて行くべきですね。でどれがいいとは言えないんですよ、うん、またガラガラで当たったらまたそれから抽選を引いてもらってベアにも番号つけてますので。そうか当たりました、はい、何番かはくじ引きですよ。すごいリアルでも全部が楽しいですね。ワクワクがすごい、ね、ショッピング楽しんで抽選楽しんで当たったらまたどれが当たるかなみたいな。縁だね、縁。あれすごい。下にですね、これはもうテディベアとは違うんですけれど、うん、もうあの松永さんが仕入れてきた、うんうん、本当にクリスマスのボックスっていうのがあるんですよ、うん、トランクとか、うん、あの
すごいですよ。バトルロジカになってたんですけど、トランクの中にトランクが入ってたっていうのが、映画とかで見たことあります。はい、でそれすっごい可愛くって、もう、もう全部クリスマスの柄なんだけど、トランクの中にトランクが入ってて、でそれをもう全部バラバラにして、それも抽選でプレゼント。置いてんだ。だからトランクいっぱい置いてるんですね。そうです、そうです。で、その中にも何か入ってる。いや、それ入ってない。それももらえる。もらえる。それももらえる。もらえる。それで価値あるでしょ。それトランク可愛い。トランク価値あるでしょ。ある。入ってなくても欲しい。欲しい。またトランクの方欲しいな。うん。トランク欲しいです。私もトランク。これ本当見に来てください。めちゃくちゃ可愛いです。そっか。じゃあまずもう今展示は今からしてるんですか。はい。もうちょっとしてます。ね、してますよね。ということは展示してわあこれ欲しいなとかって物色しておくんですね。今お買い上げになっても抽選券もらえます。ああそうなんですか。抽選会が26、27にあるだけで。そうです。なるほど。じゃあもう今から行って明日からさ、そしたらもう買い物して抽選券もらって、それを持って26、27日に当たるかなって行くわけですね。お父さんお母さんにね、お歳暮をジジヤで買ってって言って。なるほど、ね。明太買ってって言って。それってドクターフィッシュとかトリックアートも。全然いいです。はい、全部いいんだ。全部いいんだ。全部いい。全部いいんだ。全部いいんだ。やばい。レトロ の, あのコミカフェも OK ですね。OK です。OK。わあそこのコミカフェのさ、うん、ソフトクリームとか美味しいですよね。プレミア、プレミア。もうあれ最高。あのラングドシャーのね。あそう、なんか結構1個がすごい美味しい。そう、500円なんですけどね。あれね、値段以上ですよ。もうね、お値段以上です。本当に。すごい人気ですよね。あれね、すぐ溶けるんですよ。急いで食べないと。うん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 、あれ、持ってたのね。ラングドシャね、あのね、コーンがラングドシャってあの、分かるかな、クッキーみたいな、クッキーみたいな、ヨックモックのね、そうそうそう、よくあるやつ、そう、あれ嬉しいですよ、あれめっちゃ美味しい、うんうん、あれね、見てて面白いのがね、皆さんこう写真を撮ろうとするんですよ、うん、だから、結構ね、だからもうすごいね、クリームが生クリーム率が高いので、溶けるのもちょっと早いので、撮ってる間ね、大溶けよるみたいないやでもあれ本当美味しい。美味しいですね。あれこの前抹茶味もあるんですね。あれ抹茶かけるやつがあって、ね。抹茶もいい抹茶使ってるので。ね、あれすごいいい粉末使ってるなと思って。はい、あとですね、ビーハニー。うん、ビーハニー大好き。あそこもいいね。ビーハニーのね、今メロンパンできたんですよ。あそれは知らなかった。私あの高校見た。高校見た。あのビーハニーが、どっかのパン屋さんとも提携して、うんうん、もうあそこ用に作ってもらってる。あそうなんだ。その袋に入ってるんですけど、お店で買うときは食べますって言ったらその場で温めてくれるんで、そうなんだ。これメロンパンね、絶対一押し。どこのパン屋さんよ。ビーハニーのメロンパン食べてください。ビーハニーって蜂蜜屋さん。そうです。なんか入り口半だけど、そうです。いろんな蜂蜜が入ってるところです。中にクリームが入ってるんですよ。それがメロンクリームが入ってるんだけど、蜂蜜が入った、めちゃくちゃ美味しそう。もう聞くだけで、うん、お腹がグーグーなる。やばいなぜひぜひこのメロンパンおすすめなの、一押しなので私の今。そうなんですか。はい、じゃあ今度行きますよ。この間ありがとうございました。あの喫茶店小林さん、そうちょっとね、もうね、あの小花さんの投稿で、悲しい投稿、悲しい投稿よね。もうね、あの純喫茶があるんですよ、文字港に、うんうん、虎屋さんって、うんうんうん、もうね、65年続くんですよ、うん、65年続いたその純喫茶虎屋がなんと閉店なんですよ、ね、明日、明日だ、明日閉店、明日閉店、そう、明日閉店だっていう投稿を見て、うん、私翌日行った。もうそれから、あれからですよ、満席、うんうん、ね、次の日からランチも座れないの。そうだから私あの日にグッと盛り上げる会ですぐアップしたんですよ、あの情報をいただいて、うん、それからも早かった。いやもうね、行くべきですよ ね、 ね、いや私あの投稿を見て、私イタリアしか食べないんだけど、うん、あれヤシライスがイタリアなんだけど、そば、うん、飯でした、ね、オムそば飯。いやそれすぐ食べたくて行ったら入れなくていやね、オムそば飯最高なんですよ、うん、オムレツの中がそば飯なんですよ。焼きそばと焼き飯をあみたいな感じの、これね、うん、絶品。そのつまり焼きそばも刻まれてるわけじゃないですか。焼きそば刻まれてるチャーハンみたいな。その焼きそば食べてる感はあるんですか。ある、あるんだ。だから焼きそばと焼き飯が合体していいとこ取りみたいな、それがオムレツの中に入ってるんですよ。でも私たちのでは、隣はイタリアンと、イタリアンと林ライス、林ライスで、そば飯来たかと思って、そうなんです。あのね、
当然あのオムライスもイタリアも美味しい、うん、美味しいんだけど、うん、最後にどれ取るかっつったらオムそば飯だったんですよ。そうなんだ、はい、それ聞いてそれが食べたくて食べたくて美味しい。明日まで、明日まで、明日まで、どうしても明日までです。明日までです。皆さんおすすめです。ぜひぜひ、ね、行っていただきたいですね。あそこはね、だからお昼時外したら結構空いてるんですよ、うん、そうですね、ああそうなんです、ね、そうだからずっと空いてるから、お昼時外して2時3時とかに行っちゃうと多分入れるんじゃないかな。もうドアを開けたら昭和の匂いがプーンってしますから、うん、そう、あの谷村新司さんね、うんうん、知ってる谷村新司、アリスの、はい、わかりますよ。谷村新司さんが愛してる喫茶店です。へー、すごい、うん、ちょっと薄暗いんですよ。そう、うん、昔ながらの喫茶店です、うん、今の ね落ち着きますよね。落ち着く、最高、あそこ、うん、なんかね、店員さんのサービスとかはまあね、まああんまりその期待しなくていいんですけど、もう味そこ言っちゃう。いや、好きな人はダメですよ。あそこはそういう店ではない。だから勝手に静かに食べさせてもらうって感じ。そうそうそう、最高です。でもそういう意味ではなかなかない喫茶店っていう意味でね、すごくいいですね。そう、おじこは最高なんですよ、隠れた名店がありますよね。いっぱいありますよ、うん、最近もじこで、ね、あの私思うんですけど、ずっとイベントやってません？ずっとやってます。ほぼ毎週、11月は毎週でした、ね、土日毎週ずっとイベントでした。ですよね、気が狂いそうです。すごい。それって、うん、まあ変な話、誰がっていうか、なんでっていうかやってるんですか、イベントそこまで。これはですね、はいろいろ違うんです。やってる方は違うんですよ、うん、その11月でいけばグランド、まあ、あのマーケットの、はいね、あの松永さんたちがやってる名刺っていうグループがもう定期的に春滝にやってる大きいイベントなんですけど、それに今度何がありましたかね、カレーもありましたよ ね、はい、でカレーはあの去年ですね、カレーを好きな秋竹さんたちがグループを、はい、北九州のカレーっていう、はい、あの大概フェイスブックでグループを組むんですけれど、フェイスブックで北九州のカレーっていうのを作って、はい、そこでカレー好きの人が集まるじゃないですか、うん、あそこ何千人買いますよね。そうです、ね、でその中でイベントを組んで実行委員を立ててっていうイベントで、はいはい、そういうやり方ですよね。そうなんです、全てがもうそういうやり方なんですよね、はい、でもとにかくその後に、うん、あの役所のイベントも入ったりとか、音楽イベントが入ったりで、そうですね、でキャンドルイベントが入ったりとかですね、うん、もうそのそれぞれの運営の委員会は違うんですけれど、うん、もう取り合いなんですよ。取り合いですよね。いや本当すごいのよ、毎週何かやってる。私すっごい個人的な質問していいですか、うん、その文字工のイベントってこう、私実は元アイドルなんですけど、そのイベントに参加をしたことがあるんですよね、うん、そういうのはどういった風の流れで誰がやってるのか。なるほど、アイドル、はい、呼んだのか、うんうん、それこそ取り合いって今おっしゃってましたけど、うんうん、出させてくださいっていうパターンなのか、まあ、主催者がどういう主催か、なるほどね、あのもうそこにもうお任せなので、うん、多分そのイベントを組んだところがステージイベントとしてアイドルを呼ぶと、やっぱり来場者が増えるということで持ってきてるんですよね、うん、その時に選んでいただいたのは本当ご縁っていう感じなんですね。そうですね、すごい、そうなの、本当に俺が組んだ、本当に、え、そうなの、番組の中でこんなことが発表するんだよね。どうもありがとうございます。私もじこのイベント大概アイドル絡んでますよね、うん、この間プロ、唐揚げの時もプロレスのリングの上でね、なんかアイドルやってましたね、やられてたし、やっぱりそれをすると集客がいいって見込んでるんじゃないですかね、うん、これね、小原さんは毎週そのイベントに全部関わってるわけですよね、はい、うん、どんな感じで関わるんですか。ゴミ拾いです。ゴミ拾い、かっこいい。まあでも確かにこの前お会いした時もゴミ拾ってましたよね、はい、基本ゴミ拾いです。あの海峡プラザとしては、うん、あの何を手伝えるかって言ったら、うん、まあ、主催をしたとかいう時は、うん、あの、うん、剣売りとかのブースに入ることはあるんですけれど、うん、基本迷子とか、うん、ゴミを拾ったりとか、うんうんうん、
あの事件がないか、うん、事故はないか、パトロールして、パトロールして、はいはいはい、基本あのゴミですね。あのイベントをするとですね、めちゃくちゃゴミが出るんですよね。で、私たちもそうなんですけど、テーブル座った時に足元にゴミがあるともう嫌じゃないですか。嫌ですね。だからやっぱり皆さんイベントを一生懸命されてるんだけど、やっぱりそれに来た人が気持ちよく、あそこは食のイベントが多いので食べてもらう、食べてもらうためにはゴミが溢れてたらもう嫌じゃないですか、雰囲気が。だから私たちはゴミ拾いです。なるほど。すごい。なんか泉ちゃんがこの間言ってたお花のね、うん、あのイベントの時にテーブルの前お花のあれしてたって言ってたじゃないですか。あんな感じですね。そうですね、うん、私もゴミ拾ってました、うんうん、やっぱりね、うん、結局その今言われたようにたくさん人が集まると必然的にゴミが出てくると、うん、でもそれを放置してるとだん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 景観が悪くなって人が寄りつかなくなる、うん、でもそれをちゃんとこう定期的にゴミをね、うん、ね、拾ってくれてる方がいらっしゃるから気持ちよくイベントが運営できるということですよね、うんうん、もう基本あのイベントって言ったら私たちはゴミ拾いって自分は思ってますので、だからそのいつもジッパン履いてズック履いて、うん、まあ、あのグラマの時の前だったかな、うん、約3万歩歩きましたけれど、うん、3万歩3万歩すごいですね。その空間をずっと同じところに行ったり来たり行ったり来たり、だってそんなに広くはないですよね、うん、あの空間で3万歩3万歩いかに動いてるか、うん、いかにゴミを拾ってるか、すごいわ、うん、ね、でもあの、まあ、それは全然苦にもなってないし、うんうんうん、あのゴミが反対にないで綺麗な空間っているのが自分が気持ちいい、うん、散歩してる、うん、そうですそうです、うん、でそれを見ながらお店の人の様子を見て、うん、あのまあ変な話売上勘定するんですよね。あ、そうね、ゴミが出てるイコール売れてるってことですからね、うんうん、ごめんなさい、つい本音が出てしまいました。いやいや、だってね、そういう風にちゃんとこうね、うん、した人が、うん、大蔵大臣、財務大臣がいないと、うん、そうですね、だからあのゴミが少ないと今日は売り上げが少ないなって思って、なるほど、ね、ゴミがあるともう嬉しいんです、うん、わ売れてる売れてる。なるほどなるほどね、自然と笑顔が、うん、そうなんです、私たちはだからゴミを拾うのは嬉しいことで、なるほどね、うんうん、そうなんです、ごめんなさいね、これがゴミなんです。でも人がいるっていうことだったね、うんうんうん、ね、ゴミがないっていうことはイコール人が来てないで、そうなんです、それすごい悲しいんですよね。でも今日ゴミいっぱい出た、やったねみたいな。そうなんだ。そうなんですよ。いやでも嬉しいですね、確かにね、うん、そうですね、はい、だからもうあのもうゴミに関してはもう海峡プラザが一気に引き受けてます、ね、うん、でも私に限らず日下さんとかも、うん、もうゴミ舞台ですね、うん、私たちは自分たちでゴミ舞台と呼んでますので、うん、なるほど、はい、でもそういう方がいらっしゃるからイベントもね、うん、ちゃんと運営できるとね、うん、いうことですね、うん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。で、実際に先ほどちょっと伺ったんですけど、宇多さんは北九州門司出身で、はい、もう北九州から出たことがないって。へえ、そうなんですか。もう生粋の北九州。細かく言えれば門司から出たことがないです。じゃあ旅行を含む、ね、旅行はあるじゃん。旅行は住んだことがない。なんか思い出しの住んだことがない。住んだことがない。なるほど。以上文字から出たことがない。そっか、細かく言えば新婚旅行ぐらいが一番長かったので、はい、あと1週間以上出たことがない。文字を開けたことがない、はい、出たいと逆に思いはしないんですか。出たいって、あのそれはね、旦那が転勤とかだったらね、喜んで行ったんでしょうけどね。残念ながら公務員なんて出ないんですよね、いろいろ。で、まあ、主人が一回あの単身赴任で東京とか行くって話があったんですけど、行く気なかったですね。それは東京だったからですか。いやー、なんかめんどくさい。めんどくさい。なんだ、いるとね、知り合いも多いし、いいね、うん、落ち着きますしね、何よりもなんかね、お仕事もあるしね、そのために仕事を辞めて1、2年ぐらいのためにね、東京に行く気はなかったですね。私の区間はプライベートなことをお伺いしてましたけど、直接帰らなければ、離れてたんですか、うんうん、あ、そうなんです。寂しいとかはなかったですか。すごい、聞いたことに。ごめんなさい。もうそういうね、もうだから文字から離れたことがない小原さんイコール文字のことは何でも知ってるみたいなね、とこあると思うんですけど、そういう小原さんから見て、まあ北九州とか文字ですね、文字港のいいところってどういうところですか。文字港のいいところ、はい、あの
私はわからないんですけど、うん、お友達がとか親戚とかが来て、もじこを案内したら、うん、本当にいいところだねって、うん、あ、そっか、うん、普通慣れてるからね。そう、私はもう当たり前の景色、皆さんはよく私がアップしてもじこレトロのイルミネーションとか見せて、みんな綺麗だねって言って、うんうんうん、私それ毎日見てるんですよ。毎日見てる日常ですよね。日常なんですよね。だからそれ、まあ、夕日はめちゃくちゃ綺麗です、うんうんうん、夕日綺麗ね。夕日はもうあのそれはもう私も感動して写真撮るぐらい夕日は綺麗なんですけど、うんうん、それに以外のことはもう日常なので、よくその綺麗の意味がよくわからないんだけど、うん、友達が来たりとかしてもじこ案内した時に、うん、いいとこ住んでるねって、うん、毎日この景色見れていいねって言ってくれるので、やっぱりいいとこなんだろうなと思いますね、うんうん、あのそういうふうにあの北九州以外の方が来られた時って多分、うん、食事の件とかで喜んでもらえません？美味しいって、お魚は最高って言われますよね。でしょ、お魚はどこに連れてってもこんな美味しいお魚ないって。しかも安い、うん、安いんですか。安いでしょ、分かんないよね、うん、そうだから北九州に普段ずっと住んでる人からすると美味しいのが当たり前だし、うん、安いって言ってもそれが普通だから何も考えない、うん、感じないじゃん、うん、私はあのほら元旅行会社にいて、うん、世界中回ってきてるから、うん、大変なんですよ、北九州の人を旅行に連れて行くと、うん、どこ行ってもね、美味しいもう、ね、もう慣れてるから美味しいのに、うん、だからね、どこ行ってもね、美味しくないってこと、うん、それぐらい北九州が美味しいんですよ、うん、そうなんだ、 そこが分かんないよね、うん、だからあの魚のコリコリするよねって、いやコリコリって何って言われて、刺身ってコリコリ普通でしょって思っちゃうんだけど、うん、だって東京とかだったらさ、あのイカって白いからね、うん、でもこっち透明じゃないですか、うん、そうなんですか。それさ、火やぶ、火や、うん、いや、刺身が白いからすでに、うん、いや高級店に行けば別だけど、普通の居酒屋とかだったら全部真っ白い、チョークみたいな。知らなかった。それはイカの生け作りとか刺身の違いじゃなくて、いや、だからもう新鮮じゃない、うん、周りがこっちってほらスーパー行ったらさ、うん、イカがそのままあっても指で触ると変わるじゃない、色がピロ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 ないない、もう向こう鮮度がだからもうすでに真っ白なんですよ、真っ白のイカしかない、すごい、すごい。私なんか魚イコールあの勝手にもそれこそなんだっけ、あの山口下関、うんうんうん、あそこのイメージしかなかった、ね、あ、カラト市場とか、うんうん、北九州がそんなに、うん、まあ、うん、悪いとは思ってないけど、うん、いいとも思ってもないっていうか、うんうん、だから普通なんだよね、うんうんうん、関門ってほら魚釣り名、あ、確かにそう考えてみればいろんなところがあるじゃないですか、うんうんうん、だからうちの旦那 もう魚釣りに子供が小さいと凝ってて、うん、でイカ釣りならよく行ってたんですけど、うん、もうイカでもボンボン今年すごかったんですよ。あ、そうなの、そう、イカ釣り、へえ、そうなの、全然知らなかった、うん、釣りの話考えちゃ確かにそうだなんで釣り詳しいの、するからするから、あ、そうなんだ、えですか、私釣りするんですよ、パパピーク知らなかった、意外だ、うん、今それ聞いたら確かにみたいな、釣りをするところもすごいあるし、うんうんうん、釣り人口多分高いと思うんですよね、秋田県は。それで言ったらね、実は私のね、うん、おじさんね、釣り人なんですよ、へ、釣りで食ってた、すごい、それ、あの釣りファンとか出てるんですか、そうそうそう出てる、なんか雑誌とか、あのね、面白いんだけど、あのね、ツタヤとか行くじゃない、ツタヤとか行ってパッと見たらさ、おじさんの DVD がいっぱいあってからさ、プロですか、そうそうそう、プロ、すごい、ちょっと連れてってもらいたいな、いやちょっとね、ねえ、びっくりしますよね、釣りで食える人がいるんだみたいなね、すごい感じなんですけど、まあ、ね、話が違うんですけど、まあ、それぐらい北九州はお魚が美味しいと、いうことですよね、うん、他どうですか、門司港、ここがおすすめみたいな、門司港、ここがおすすめ、はい、いや、もうさっきも言ったけど、夕日、夕日ですよね、あのこれはね、なんかで言ってたら日本一って言ってもいいんじゃないっていうぐらい綺麗なんですよ、もう、あ、なんだろう、あの色は、それはどこから見てもそれなんですか、見る、なんていうんですか、スポットがあるんですか、ここが綺麗、どこからがおすすめみたいな、海峡プラザ、海峡プラザの、海峡プラザの駐車場、駐車場、あ、わかりますかね、ちょうどあのね、あ、ステージに近く切れてるんですよ、うん、ちょうど関門が見えるんですよ、門司港ホテルの先端が見えて、うん、この跳ね橋が見えて、うん、夕日、
しい。そう。ああ、なるほど。もうね、これね、最高ですよ。なんか。なんであんなに綺麗なオレンジから赤に変わるかなっていう時があって。見たことあります？あんまりそこまで詳しく見たことないでしょう。で、あの、私たちの構造としては、うん、まあ、完全に私は、私の頭の中の構造なんで、海峡プラザの駐車場をリアガーデン。ああ、なるほど。そこしたら、もうね、私絶対人喜ぶと思うんですよ。そうなんだ、あそこが、うん、確かにそうですね。あの目の前が本当切れてますからね。切れてるんですよ。で、関門橋がちょこっと見えて、見える見える、羽橋が見えて、もう自己ホテルの先端の目玉が見えて、見えてで、あれ夜になると、うん、マイク行くと、うん、あの下関の観覧車まで見えるんですよ。ああ、そっか。あ、はい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 、ね、いやね、本当に。あともう一個名所っていうのが、はい、あのチャンダチャンダー、はいはいはい、チャンダーから海に抜ける道があるんですよ。チャンダーから海に抜ける、ああ、はいはいはい、ちょっと工場地帯なんですけど、はいはいはい、あちら抜けてみてください、はいはい、あの岸壁があるんです、はい、もう前何もないんですよ。え、そうなんだ。駐車場がめっちゃ安いんですよ。あと、あ、そうなの。その辺、そう、あ、確かにあの辺安い。そうだね。そこがもう下関のもうネオンがすごい綺麗で、おー、もう下関の観覧車も事故のために建ててくれたあ、そうなんだ。あ、そうか。じゃあ、あのチャンダ、チャンダって皆さんね、あのご存知の方もいらっしゃると思いますけど、まあ、門司港名物として復活したんですよね。あの芋洗坂係長のお母さんですかね。清見食堂。清見食堂さんということで、お母様が出してた。うんうん、あ、なんだろう。ね、ラーメンというかちゃんぽんっていうか、昔ながらの、ね、具のないちゃんぽんの醤油味。だからどっちかっていうと、あれなんかさ、なんだろう、ベトナムのフォーみたいな感じ。そう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 、なんかアジアじゃんこれって感じですよね。本当に美味しくて、最近なんかお店とかでもなんかこう買って自宅で作れるようにね、うん、できるようにもなったので、僕はもやしぐらいです、うん、そう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 、うん、本当にシンプルだけど美味しいですよね。美味しい、あっさりしてる。であそこのから海に抜けるんだ。抜けるんです。今度行ってみよう。行ってみてください。みんなね、ちょっと行ってみたらいいですよね。食べ物って、うん、そうなんです。食べ物って分かんなかった。最初チャンダって言った時、うん、チャンダ、ちょっと今度ロケ行こうかね。行きましょう。行った方がいい。もうあそこもまた忙しいから ね、もう今人気だからね、うん、本当に本当に。テレビで本当去年ぐらいからちょうど特集は見られてから、ね、うん、まあ、ここ2、3年ぐらいですかね。そうですね、うん、ね、まあ、事故のイベントとかにも結構出たりとかですよね。芋洗坂係長がね、動いてますよね、うんうん、はい、はい、じゃあね、ちょっとまあ話このまま多分したら3時間ぐらいかかるんじゃないかと思うので、うんうん、ね、とりあえずね、あの今度ちょっとあのビデオをね、見たいと思うんですけど、先週、今週かな、今週だ、先週だ、今日月曜日だからね、うん、先週、ファビットさんに行ってきました、うん、ファビットさん知ってます、うん、知ってますね。小倉駅の北口なんですけど、そのファビットさんで 大乾杯祭というみんなでね、まあ、打ち上げみたいな感じをやりつつ、その中で北九州クラウドファンディングっていうのがあったんですね。分かった、まあ、クラウドファンディング名前だけ聞いたことあるんですね。なんだろう、こういうことやりたいんですよっていうことに賛同した人が、じゃあそれ私が買いますみたいな感じでネット上でね、賛同していくものなんですけど、まあ、それで2つプレゼンがあったんで、まあ、それをねちょっと見ていきながらね、みんなでと楽しんでいきたいなというふうに思いますが、ビデオは大丈夫でしょうか。はい、じゃあビデオよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、北九ウーマンプロジェクトの勝です。今日はですね、まあ、小倉北区にありますファビットさん、こちらにお邪魔しております。で、今日はですね、私勝手になんか大乾杯祭というのがね、はい、行われるということでね、お邪魔したいと思います。わかんないで、こちらでございます。場所はあの、はい、ベスト電機の上になります。さあ、受付こちらということですね。ファビットさん、すごい。さあ、成功様の長いすごいですね。いろんな方がね、シェアオフィスですね。これあれですか、フリースペースのお仕事をされていらっしゃいます。さあ、たくさんの人がいらっしゃるようですね。こっち側は通常はのサンスペースで大乾杯ということで、結構100人ぐらいいるかな。いろんな方
方がね、まあ、異業種交流会的に、うん、あと個人的にはですね、東京ガールズコレクションが、忙しいんですよ、まあ、地で行われた、番組が出られないんだということがですね、うんまあ、それも一つ話題性に飛んでて、これからこう景気が増していく上で、非常にこう話題性としてはいい、ね、話がちょっとね、かなり長くなったので、これからもますますの、皆さんですね、切りました、ことご検証を記念いたしまして、乾杯と、させていきます。乾杯おいこさん、髪の毛が長い。皆さんで、例えば、たまたまです。知れたら面白いなっていう、そうなんこんなものを応援したい。どんな方がいらっしゃいますか。みんなで支えて、新しいプロジェクトを起こしていこう、こういうの。そうですね。一応、役所の方々も、主催としてやってるので、本当に硬い仕事と柔らかい仕事の方なんでね。これがね、浮世さんがやってるのがグランピングイン平尾台っていう企画してるんです、はい、平尾台の大自然の中でゴージャスなキャンプをやるっていうことですね。まあそうですね、春から夏にかけてちょうどキャンペーンで、そうソファーとか持ち込む、そんな感じです。はい、今ちょっと説明してますけど、こちら南区の地区は、池橋の境なんです、平尾台。こちらの方で、こちらの大自然の中で、ゴージャスなキャンプをします。それは、1日キャンプをするんですか？泊まりです。はい。平尾台もね、景色、天気がいいすごくいいですし、なんだかんだあそこカフェが2カ所あるので、ありますね、こんなね、綺麗な景色が楽しめる。はい、その辺がちゃんとこれね、ちょっとこの浮世さんのね、自前の土地でやるんですよ。自前？自前？土地持ってらっしゃるんですか？まあ、親が持ってるんですよね、お父さんが。なんかね、なんかそこだけで、想像がつかない、分かんない、ね、どれぐらいなのか、なんかそこでやろう、コインパーキングどんぐらいやるか、コインパーキングで言ったら何台やるんだろう、夕日、そうそう夕日、なんかオーロラみたい、ね、なんか平尾台って言ったらもうちょうど北九州と関係するんですけど、はい、今平尾台とかいう感じで、そう平尾台にすごく見たいって言って来る方が増えてきてる、ね、そうなんですよ。先週ね、こちらの秘密基地の方に来られた韓国からの旅行者の方が平尾台に来たり、でも車がね、難しいから、韓国の方がなんかプロモーションしてるみたいな、ね、してるんですよ、ね、みんな平尾台に来たりね、今私がまだ大学時代にコマーシャルを見たんですけど、この北九州さんの平尾台が一応してる。確かにね、行けるならいいですよね、アクセスがね、車とかにもね、ちょっと難しいかな。トウモロコシ知ってません、トウモロコシね、あるのつけた、カレーつけた、知らない、頂上、頂上っていうかなんか、あー、そこにあるんだ、それ食べたんだね、なんか動物こんなにいたんだ、いるんですよ、あれイノシシですか、そう怖いね、もう北九州に住んでる私たちでも意外と知らないことも多い、うん、あ、星も綺麗、確かに行ったことある、星すごい、あの流星群とか流れ星がすごくね、一番多分見える場所だと思う、そうそうそう、あとあの車好きの方がよく集まりますね。そうだね、この平尾台っていう写真集出してるのと、私の友達の、お父さんですよね、一体何者ですか？たまたま知ってて、劇団活動をしております、そういう、まあ、そこでゴージャスなものをやろうっていう代表をしております、アナサコと申します、よろしくお願いします、ゴージャスさんが、ね、やるので、その支援をっていうことね、
はい、というわけで、話して本当にないだろうということで、ロープロスファンディングの方で、オープニングアップを、それに決めました。その日を覚えていらっしゃるかな。私ここまでブルーエゴナッツさんの劇団は見たことあるんですけど面白いんですよ。ほら皆さんよりも閉まらないドア、25、6の女がドアも閉まらない家に住んでるなんて不用心にも程があるんじゃないか。そうそうそうるいやそこじゃねえ、難しいと思う。でしかもね、これねセリフ回しがすごい長いんですよ、うんうん、ドア閉まる閉まらない問題にとらわれているのはたった今の私くらいです。ほとんどの人間はそんなのどうでもいいのよ。台本すごいよ。自分のことを考えているから、自分のことで精一杯だから、自分に対する自分大変アピールに時間使っちゃって解決できないこととか簡単に後回しにしちゃえる変な習慣ついてる連中がほとんどだから、そこじゃねえわ。まあ、なかなか劇団だけで生活する人は難しいと思うんですね。ちょっと何かしながらっていうね。それ通りにするからさ、私なんとかするよ。まあ、でも本当はそういう方々がね、劇団だけでやっていけるような、そういう、青木さん、ね、青木さんごめんなさい、僕は文化的な街にしたいなっていう、私を否定したいだけなんで、でもなかなか難しいですね。難しいんですが、そういうとこだよ。まあ、だからこそみんなでこう支援できるかなっていうね。もういいって。だってそうでしょ。ありがとうございます。後ろの皆さん、聞こえないと思いますけど、聞いてみてくださいね。これちゃんと聞いてくれるので。で、最高皆さん、お忙しい中、すみません。ありがとうございます。漫才。もうこの北九州ローカルクラウドファンディングを立ち上げて、そろそろ半年経とうとしていて、で、あんまり皆さん注目しないかもしれませんけど、やっぱり、市の外側注目してるんですよ。素晴らしい方でね。例えば、経産省とか、農水省とか、町の地区だと、あ、面白くやってたらいいじゃないですか。町の地区で、福岡市でやりたいね。世界に打ってみようと。そういうね、今、活動する。福岡市の方がすごいんじゃないか、東京の方がすごいんじゃないかって言ってる人は、本当に目を覚ました方がいい。北九州。北九州十分、人間性がたくさんあって、やれてないのは、みんなが見てる風船が違うから。ただそれだけ。僕たちはできないんだって思い込んだ人には何もできないんですよ。自分はできるって思うと開けていく世界があって、そしてここに前で話が知るんだっていうコンセプトは、本当にたまたまこの街で僕が気づいてみんなでシェアをしてたら、いつの間にかあちこちの街からこれ使わせてくれって来てるんですね。そのぐらいのインパクトを持ち始めて、で今週の僕八王子の東京工科大学で行って、昨日、日大学で、さっき福岡 の、 専門学校で行って、あの話してるんですよ。北九州以外から引っ張られてるっていう、人を動き出してることに、ぜひ皆さんも注目をしていただきたいなと思います。そして、年額に今、この活動を通じて、いろんな考え方がシフトして、同じ側の世界なんですよ。一つの景気を、ここにいる全員で分けたら、どのくらい飛びますか？お腹いっぱいになります。それを奪い合うようにして今僕たちは生きてますよね。誰よりも多くに景気を奪い取って、それを所有できた人がすごいです。なぜなら、いっぱい多くの売ってあげようっていう、それが独占する景気だ。これが20世紀の僕たちが続けてますよね。20世紀はそれが正しかったんです。それが正しかったし、それが正しかった。でもこれが完全に崩壊してきてます。この15年間、左側のパラダイムが、例えば日立は歴史的な構造だし、東芝も崩れるし、パナソニックだって崩れるし、絶対崩れないと思ってた会社がどんどん崩れていく。この先も崩れていく。そのぐらい大きな社会の変化があるので、僕たちは次のステージに。ラーメン食べに行く。その次のステージって何かって言うと、逆のことやったらやるやん。奪い合うんだと作れば。例えばここにいる全員が、一人は、本当にこう進出してたり、1人はバターを作ります、1人はフルーツを作ります、焼き魚を作ります、オーブン作ります、キッチン作ります、食べ物を提供できます、料理ができますっていう人が揃ったらどうですか。北九州が美味しい、この景気を、みんなで景気を作る、これがいっぱいの方法を美味しい、北九州は本当に美味しいです。そっちの方が楽しそうです。みんなで楽しく時間を共有できてハッピーになります。北九州、北九州はだから新しいパラダイムは何かというと、まあ、人生のパラダイムって僕たちは出ますけど、自分の持っている才能、何か持っている強みっていうのを提供して、何かを作り出して、全員にシェアをして、みんなでハッピーに楽しむ、
そういう世界が変わってきてる。このパラダイムの変化っていうのにちゃんと注目して切り替えていこう。このローカルクラウドファンディングはある意味その先頭です。なんかちゃんとこう屋台食べたことある？これが本当に象徴的な存在になっている。あ、じゃあ小倉はないんだ。じゃあ帰りに、はい、ね、今ね、動画見てもらいましたけども、いかがだったですか？でもなんかすごくこう全部を見れてるわけではないんですけど、非常に興味があって楽しそうだなって、次回あったら私も参加したいなって思いました。そう、あのね、北九州は、あの今日はほらね、まあ、夕日の県であったり食事だったり素敵なところいっぱいあるんですけど、実は人も熱くて、あの新しい動きをね取り組む、新しい動きに取り組んでる方が多くて、そこになんか行政の方がね、後押ししてくれるんですよね。だから結構あれじゃないですか、海峡プラザさんもその行政からの、そうか、意外と行政が関わらなくても自分でできるって感じか。レトロはまた特別なんですね。あそこレトロ化って言って、特別レトロだけに、あの役所の部署があるんですよね。そうなんですか。そうなんですよ。市役所にですか？あの別にあるんですよ。無事故ホテルの横にセンタービルがあって、その中にレトロ、産業経済局です。はい、産業ですね。産業経済局レトロ化っていうのがあって、約何人ぐらい、 10人ぐらいの、そんなにいらっしゃるんですか？いるんですよ。でその横にレトロクラブって言って、ありますね。またあの役所とは違うんだけれど、まあ、半分役所の域も分かった、まあ、特別なレトロクラブっていうのがあって、それがレトロを起こした時に作られた、なんかレトロクラブ憲章みたいな結構すごいものがあって、でちょっとバンク市長あるんですよね。で私たち民間があって、で、あそこの土地っていうのがレトロ化、役所が持ってる土地と公安が持ってる土地とレトロ化、あのレトロは違うんですね、地区によって。中央広場の方は役所なん、レトロ化なんです。で私たちがよく利用するハーバーデッキ、あちらは公安なの、公安局、申請がだから全然別なんですけれど、で、まあ、どちらにしてもまあ役所の土地っていうことで、そこに私たちが申請を出して貸してくださいっていう、ね、イベントを起こすんですよね。で、あとイベントを起こすことによって、そのレトロ化に公演になってください、共感してくださいって言ってお願いをしに行って、やっぱりそういうことをすることによって、あのチラシを置いてくれる場所が増えたりとかね、やっぱりこうちょっといろいろ違ってくるものもあるので、ね、やっぱり知らなかった。あのでも基本レトロ化とかさんの言うには、もう単独イベントを21時です、力を持ってくださいっていうのがもう一番で、もうもちろん今もう全然補助もなく、そうですよね、あの助成金も一切なく自分たちの力でやってるんですけど、あの文字工のイベントで何がすごいのかっていうと、もうほぼボランティア、そう、そこがすごいですよ。そこがすごいんですよ。そこがすごい。そこはね、やっぱり小倉とかのイベントと違って、あの底力っていうのはやっぱり人なんですよね。お金がかかるのも人に経費がかかるんであって、文字工のイベントはまず人が集まるイベント、だからいわゆる、あの言い方を変えれば、素人さんがボランティアで集まってきて、その方々にいろいろノウハウというか教えていくから、できる人がどんどん増えてる。だからセミプロみたいな人ばっかり、もう実践で動いてもらうから、その方たちもイベント回数こなすために、やっぱ自分たちの力っていうか、やり方がどんどん、あ、これはこうだったから次こうしようねとかって言って、会場作りもどん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 ノウハウができて、いや、ゴミはこっちやったけどもこっちがいいよね、受付はこの向きがいいよね、動線はこうしようとかって言って、やっぱ毎回毎回反省点があって、それをどんどん明確に形にして整理していくから、もうカチッと枠ができるんですよね。しかもなんだろう、あのいわゆるお金のためやってるわけじゃなくて、好きでやってるから、だからそれ伝わってきますよ ね。だから本当 PA の方にしてもそうだし、その受付の方にしてもそうだし、もう全てがど素人みたいなもんなんですよ。でもその人たちがやっぱり腕を磨いてきて、ビデオを撮って、映像にして上げてって言ってみたら、もうプロみたいな、プロと変わらないですよね。だってね、そういう素人の人たちがボランティアでやってるのに、何万人ぐらい来ますかね？ですね、5万とか。5万だよ、ちょっと待って、5万人来るんだよ、あの場所に、狭いね、あの地区に。1日でですよね。
あのイベント中に2日とかで、2日とか3日とかで、はい、でもそれがあの小倉のイベントと違って門司港ってエリアが狭いのよね、会場が。だから本当に密集しちゃうのよね、うん、すごい人口密度がすごい高い、1日2万5千とか来るってことですね、うん、2日で5万人ってすごいですよ。だからこの前いつでしたっけ、イタリアンでしたっけ、うん、もう前進めないぐらい人いましたよね。そうそうそう、びっくりした。他のイベントの時もそうだったんですけど、あのグランマーケットの時も、あの門司港に来るあの JR が全部満員だったって、うわすごい乗れなかったって言って、しかも毎週イベントあってるんですよね。何か毎週ほぼ毎週あって、あのちょっと一番いけないのが、あの渋滞をするんですよね、車で来るのが。で今問題がね、よく私たち曲げてるんですけど、橋トンネルが事故がどっちかであるともう、結構あるんですよね。結構あるんですよ。結構ありますよ、頻度として、うん、そうするともうトンネルが、橋が使えなくなると全員がトンネルに来ちゃうから、もう本当に門司駅ちょいこっち側の片上あたりでもずっと渋滞になって、ね、もうイベント来る人が諦めて帰っちゃったりとか、うん、そうですね、うん、いや実際そうなんですね。私の友人もこの前話してたら行ったけど、うん、渋滞すごかったんで入ったっていうね、そう、あの辺がね、もっと入ってこれたら10万人ぐらいいるんですよ。でもその辺はちょっとあれですよね、そういう人たちにお任せしない限り、私たちにはそう、民間でちょっとできることではないんだけどね、関門橋もう一個、そうそう、トンネルをもう一個とかってかかるから、かかりますぜ、うん、今日だったんですかね、博多の方で、うん、何だったっけ、ロープウェイが通るっていうニュースがありましたよね。そうなんですか。それもう私たちはもう前からね、うん、あの放送としてメカリと下関のロープウェイ、ね、かけたいですね。そう、あれか関門橋こう渡ったらすごいよ、ロープウェイで、うん、もう観光客バンバン来るでしょ、ね、関門橋渡ってですよ、ねえ、すごいな。北九州でロープウェイあるところって、だってサラクラさん、うん、とか、もう今はね、うん、減っちゃったね。昔はね、メカリロープウェイとかあったの、メカリの山にロープウェイが渡ってたからね、で、その関門ロープウェイっていう構想も昔からある、うんうん、まだ計画も残ってるんだけど、うん、まだ実現はしてない。これ何十年前かありますよね。あ、私は旅行会社にいた時から聞いてます。あ、本当ですか。はい、だから20年以上前に聞いてます。ですよね、まだ構想が残ってるんですよ。すごいですね、うん、まだまだ北九州のミラーはいろんな、そう、ポテンシャルはすごいよ、うん、本当に。もう一個私たちの案があって、うん、関門橋の下を人が歩けるようにしたいなって、うん、歩きたい関門橋の下、関門橋上の車通ってるんですよ。なるほどね、下を人が歩けるようにしたい。できればシースルーだったら怖いな、怖いよこれ、ガラス、怖い、ね、かなりあるよね、あるある、長いよあれ、800m ぐらいじゃない、怖いけどやってみたい、やってみたい、そしたらあるんですよ、悪いとこと、あのトンネル、トンネル、人間のあの海の下、人道はね、歩けるよね、あるけど、あれの上バージョン、そうそう、うん、だって人あのトンネルの下、あのね、関門海峡のとこ歩けるんですよって言ったら、え、海が見えるんですよ、見えない、見えない、こんなだったらね、なんかガラス張りだったら見たいような見たくないような、ね、感じですよね、うん、さあ、そうそうね、お時間ももうね、そう、気づいたなんか気づいたら1時間になったんですけど、なんか今度コナさん、なんか近々イベントされるって聞いたんですけど、はい、19日にですね、19日何曜日ですかね、はい、土曜日です、土曜日、はい、はい、大人のとんかつクリスマスパーティーを、大人のとんかつクリスマスパーティー、はい、はい、どういう内容でしょうか。あの大人っていうのはまず何歳ですか。あの男性は35歳以上、男性は35歳以上、はい、女性は35歳以上の男性と知り合いたい女性、あ、なるほど、じゃあ女性は何歳でもいい。男性は男性厳しいですね、男性は35歳以上、はい、あ、そっかそっか、男性35歳でちょっとまあシニアになりかけてる方々が、まあ、婚活のためにっていうことですね。そう、だからあの今よくあるマチコンとかあるじゃない、はい、あれはもうやっぱり20代っていうイメージがあるので、マチコン20代ですね、20代なんですか、大体20代の人です、いつですか、19日19日だからやっぱり
その町コンに出るにはちょっと抵抗のある、はい、やっぱり大人の男性、はい、女性、はい、もう、ね、女性も今お仕事をねずっとされてたらちょっと行きそびれちゃったとかって言ってもう40に近くなったら今更町コンはとかってなるじゃないですか。で街歩いててもこの人かっこいいけど独身かどうかわかんない、わかんないよ ね私思うんですけどね、みんなバッチつければいいのにと思って、ね、ハートマークでねなんかこうピカピカこう こういう花みたいなですよ ねこうなんか好きな人がおったら独身マークがピカピカって光るみたいなそれなんか、まあ、脈とね連動してねどうします、男の人にピカピカってそれ見るの逆に恥ずかしい、怖いよね、あ、この人男の人好きみたいな今ね、若いからわかんないけどね、ある程度行くとね、うん、本当にこう、かっこいい人はみんな結婚してるんですよ、男性は。そうね、だからやっぱり女性としたら、もう出会いがなくなっているので、うん、そうなんですね。うん、ね、やっぱり今さらね、私独身ですっていう女性もなかなか言いづらいって、うん、だからやっぱり男性がね、はい、僕独身ですってピカピカしてくれたのね。そうね、私フリーですみたいなね、なんか電光掲示板でフリーですでもね、こういうのってね大概既婚者がつけるのよ、喜んでそれつけないじゃん、ね、でもあれですよね、私思うんですけど35歳からの男性で個人的な意見一番落ち着いてる時期の方が多いじゃないですか。そうですね、私50代で全然落ち着かないんですけどどうしよう人によるんですかね、人によるかな。でもまあ35歳って全然普通、どうですか35歳以上男性、まあ、7歳はちょっとね、いやちょっとなんか話が全然ちょっともう、だって今何歳だっけ、17歳です。まあ7歳はまあ無理だねちょっとね。じゃあちょっと20代女性どうですか。え、私全然いいです、35歳。今おいくつでしたっけ。28です。あ、全然ぴったりですね。28で35ちょうどいいよ、うん、7歳ぐらいね、うんうん、女性にだって年齢制限なかったですよね、うんうん、でもね、女性がこれがまた不思議とね、うん、40いくとね、年下がいいってなっちゃうのね。なんですか、ねえ、不思議ですね。うわー、そりゃあ分からん、ね、これがまたマッチングしないんですよね、だからね。ま、19日、土曜日、はい、場所はどちらですか。日の当たる場所で。あー、なるほど、はい、駅前ですね。そうです、文字港駅の、もうすぐに、はい、もう駅前ですね、うん、なるほど、はい、あそこで 何時からですか。一応6時半からです。6時半から、はい、まあ、前受付はもうちょっと今締め切っちゃって。あ、締め切ったんだい。ちょっとあのキャンセルが来てるので、もう少しあと1人2人だったら全然大丈夫。行っちゃいないよ。これ見てる方で、男性女性どちら両方とも大丈夫で、1人2人ぐらい1人2人ずつだったら大丈夫だそうなので、はい、ぜひ見てる方では我こそはっていう方ね。そうですね、詳しいことは、うん、Facebook とかで、はい、パーティーイン文字港で検索して、パーティーイン文字港、うん、はい、で去年してですね、はい、あのもう今年2組結婚が、おお、え、去年して今年一人が1組はもうめでたで、早くないですか。でもう一組は3月挙式で記念、あのパーティーがあった日に入籍を、おすごい、婚約をして、あの来年挙式で私ちょっと呼ばれてるんですよね。幸せです。幸せですね。だからやっぱこういうこともあるっていうことで、ぜひ。だそうです。だそうです。ね。はい。まあ、ということでね、はい、もうあっという間の1時間過ぎちゃいましたけどね。あの今日ですね、はい、なんかあれ皆さんからのツイートお待ちしてますっていうことを私お知らせするの忘れてたんですけど、でもなんか来てるみたいなので、うん、最後にあれでしたらちょっとぜひ読ませていただきたいと思いますね。はい、では読ませていただきたいと思います、どこから2つ、上から2つ、上から2つ、これか、あ、ですね、お名前を呼びます、グッチーさん見てみたいというコメントが来てます。多分文字工のこと、夕日だと思いますね。そうですね、ぜひぜひあの文字工にね、まあ、イベントとかもたくさんありますので、うん、皆さんぜひお願いします。で次、高成さん、おばな姉さんって多分お知り合いなんでしょうね。あ、そうですね、はい、今日は素敵な女性、はい、そのおばなさんがね来てくださってます。いかがですか、もう素敵な話聞けて私は心臓ドキドキヘビーベアから、ね、こんな感じでですね、皆さんからのツイートの方ハッシュタグ KTQ ウーマンでですね、皆さんからのコメントの方も、毎週毎週番組中じゃない時も受付してますので、皆さんぜひお願いします、はい、そしてそろそろ今年も出るんですよね。
コンテスト。残念です。ダメない。じゃあそれはユーストリームアジアがなくなります。ユーストリームがもうね、日本撤退なんですよ。あらまあ残念、はい、ちょっと今の話なんですけど、こう毎年ですね、ユーストリームアワードっていうコンテストがあって、なんと去年、まあそのまた前も縁があってですね、あのグッチョブ TV っていう番組が以前あったんですよ。それがなんとです、3位見てました。なりました。はい。でその手掛けた方が今こういう風にね、お手伝いっていうか、あの石プロデューサーをしてくださってる津田さんのお力でもあり、そちらにね、ぜひ1位になりたいということで狙ってたんですよ、私たち。残念ながら、ね。残念ながら。もうそのね、なくなっちゃうのね。なくなっちゃうのか。まあでも来年はちょっとね、だからユーストリームにするのかなんかわかんないけども、まあいろんな、まあ、番組は続いていきますからね。うんうん、まあ何かしらいろんな方法でね、皆さんにこの番組を知っていただきたいと思うので、ぜひチャンネル登録や、あのこの番組面白いよっていう拡散の方をしていただけると本当に嬉しく思います。ということでですね、今日もあっという間に1時間5分も、そうね、ちょっと珍しい、盛り上がりすぎちゃってね、あのまだ話聞きたいんですけどね、また次、来週ですか、また来週、また来年ぜひね、出てほしいな、いただけたらなと思います。はい、ということで今日も皆さん、こう1時間楽しい番組を見ていただけたらと思うんですけど、いかがでしたか。イエーイ、はい、そしてゲストで来てくださった小浜さん、今日はいかがでしたか。楽しかったです。はい、ありがとうございます。若いエネルギーをいただいてありがとうございます。よかったです。では今年はですね、来週12月の21日で放送最終日となりますので、はい、皆さん放送早かった1年間、20時10分からぜひぜひお見逃しなくご覧ください。それでは今日も皆さんありがとうございました。MC を務めますのは私、チェスカと、ナノハと、泉と、カツでした。そしてゲストでお越しくださったのは、小花恵子です。ありがとうございます。We'll be right back.